お兄っていつもこんなことやってんの？買い物。弟ホテル王に生活費たくさんもらってるんでしょ？そういうわけにいくか。毎月余った分は返してる。お兄にも一個あげる。待ってる間ゲームしよう。お姉がそばで使ったの。お前受験生だろ、こういう時こそ勉強しろよな。だからそういうのやめて。は？じゃあお兄は私が結婚してって言ったらしてくれるの？え、何言ってるんだよ。そんなことになったら親がなんて言うと思ってるんだよ。バカじゃないの。